来たね。来たね、これ。皆さん、おはようございます。朝5時前に何してるんですかね。まあ、RTA 見てるんでしょうけど。まあ、サイレントヒル2やっていきます。バイオ3でね、ちょっとアルビさんとソードフィッシュさん、いい走り見せていただいたんで、自分もね、いい走りできるように頑張っていきますんで、よろしくお願いします。来たわね。5時過ぎてる？ごめんね。5時過ぎてたわ。はい。ということで、まあ、話もほどほどに早速走り始めようと思うんですが、まあ、皆さん一時期話題になった、サイレントヒル2の乱数を固定する魔法の方法がありまして、再起動が必要なんですけれども、じゃあ早速再起動して、大丈夫でした。はい。なんでもないです。再起動して、スタートしていきます。再起動、乱数調整固定の方法なんですけども、ゲームを起動してタイトルロゴまでのスポンサーロゴですね、を一切飛ばさずにタイトルロゴまでたどり着き、99フレームまでにゲームを始める。難易度選択をしてゲームを始めるというのが、まあ、乱数固定の方法になります。まあ、正確には99フレームまでの1フレームごとの乱数が解明されているので、そこの中に収まるようにスタートしろってことですね。はい。ということで、まあ、早速なんですけども、まあ、再起動していきます。タイマースタートのタイミングは難易度選択して、暗転が始まったところからですね。はい。マリアさん、話し始めちゃったんですけど、申し訳ありませんが、さようなら。再起動します。はい。じゃあ、飛ばしちゃダメですよ。飛ばしたら乱数固定できないですか？ 3、あ、5、4、3、2、1。スタートでーす。はい。ということで、ジェームスさん、鏡を見て。獅子島さん、いつもと声違うやん。あ、ごめんなさい。それはですね、ディスコードを経由してるからですね。早速なんか、モーターホームみたいな調べ物があるんですけど、まあ、走っていきます。左下にゲームセーブドって書いてあるんですが、これはまあ PC 版特有のクイックセーブ機能を用いています。獅子島声違くない？一緒です。まあこのゲーム不思議なもので、クイックセーブを行うとジェームス君スタミナが全回復するんですね。なんでなのか分かりませんが、まあスタミナが減ってくると走るのが遅くなってしまうんで、まあ常にクイックセーブを繰り返してスタミナマックスの状態で最速で走り続けるという感じになっております。まあ、なので、このゲーム実は、まあ、RPG の中ではホラーゲー枠に含まれているんですけども、まあ、ホラーゲームじゃないんですね。ホラーゲームじゃないんですよ。実質、まあ、ヨッシークラフトワールドと、まあ、同じジャンルだと思っていただければ。はい。マラソンゲーです、これは。全日本静岡マラソン大会ですね。まあ、2なんで第2回でしょうか。ということで、クイックセーブを駆使していくと、墓場にたどり着きました。墓場ではなんかね、19歳のアンジェラさんというか女性がお墓参りしてるんですけども、まあ、イベントはすっ飛ばして走っていきましょう。ハテナマーク多いですね。まあ、アンジェラさん、まあなんかお話ししてると、なんか街に行くの危ないよって言ってくれるんだけど、まあ、そんなことは知らねえと。ジェームスさんがそもそもサイレントヒルに向かう理由なんですけども、まあ、なんか突然死んだはずの、3年前に死んだはずの奥さんから手紙が届いたんですよ。なんかサイレントヒルで待ってっから来てくれよってやるね。なんで、もう死んだはずだけど、まあ、ね、大好きな奥さんに会えるなら行くかってことで、まあ、のこのこやってきたのがジェームスですね。まあ、そんなジェームスさんなんで、まあ、奥さんに会いたくて会いたくてしょうがないから、アンジェラさんの忠告も無視して走っていくわけですね。まあ、先ほどね、なんか丸太に、なんかものすごい音立ててチェーンソー刺さってたんですけど、まああれは無視ですね。まああれはいらないです。持たなくてもいいです。あれは周回武器で2周目以降使えるんですけれども、PC 版だとね、バグで1周目から手に入ってしまいます。まあいらないですね。ということで、街にたどり着きました。はい。ということで、格子のね、戻ろうとすると、まあなんか、There's no reason to go back って、まあ戻る必要はないと。私はメアリーに会いに来たんだ、みたいなダイアログが表示されます。ね。この、
ダイアログを消さずにクイックセーブを行うことで、このダイアログを延々と表示させることができるんですね。で、これを駆使すると、まあ、この後、まあ、敵との初遭遇イベントがあるんですけども、初遭遇イベントをぶっ飛ばすことができます。まあ、これを、獅子島はね、シングルコアジェームスって呼んでるんですけども、ジェームスさん、脳みそシングルコアなんで、このダイアログが表示されてると、他のこと考えられなくなっちゃうんですよね。なんで、イベントも忘れていってしまうと。まあ、サイレント、そうですね。ちなみにもっとサイレントな話をするとですね、そのイベントで、まあ、初めて敵に遭遇すると同時に、最初の近接武器、核材と、このゲームのね、サイレントヒルシリーズの象徴ともいえるラジオを入手するんですが、まあ、イベントをぶっ飛ばしてますんで、まあ、ラジオはありません。なんで、みんなが大好きなラジオの音は、このゲームでは流れません。もう敵の足音とうめき声だけです。まあ、そんなこんなで、まあ、先ほど床に血だまりがあったと思うんですが、まあ、あそこの血だまりをね、このシングルコアジェームス状態じゃない時に行くと、まあ、敵に初遭遇イベントがあるんですけども、まあ、無視ですね。そんなこんなで、シングルコアジェームス状態だと周りが見えないんで、今車がパッと出てきたと思うんですけども、車すら見えなくなります。気をつけてください。なので、まあ、あそこでシングルコアをね、ちょっと解除して、注意見ようねってことで、車を出現させてみました。はい、ここでアパートの鍵を手に入れます。ちなみに、ここ、アパートの鍵を手に入れる場所をね、知るためには、まあ、イベントの後に、何だったっけ、キャンピングカーとか、バーとかを調べて、ここに行けっていう情報を得るんですけども、まあ、ジェームスさん、何週目かなんで、もう、買って知ったるサイレントヒルって感じですね。はい、ジェームスさん、意外とやり込んでるんで、まあ、アイテムの場所なんかはもう全部分かってます。ということで、BGM も何もなく、敵もいないまま、サイレントヒルをかけていくんですけども、ここまでだいたいね、4分50秒ぐらいでたどり着きます。ということで、最初のダンジョンのアパートにやってまいりました。ここ、ランダムアングルドア。ランダムアングルドアというのはですね、扉を開けた後、ジェームス君が向いている方向にスティックを傾けていると、あらぬ方向にジェームス君が進んでしまうっていうね、不思議なドアですね。なので、暗転が開けたと同時に、スティックをグリグリして、ジェームスさんの向きを矯正します。ということで、ちょ。ここで、ライトを入手します。サイレントヒルは、ライトがないと、サイレントヒル2は特にですね、ライトがないと、アイテムを、あ、間違えた。アイテムをね、入手することができません。なので、ライトは必須アイテムとなっています。ライトを回収したら3階に向かいましょう。獅子島、音だけが全力疾走？どういうこと？もっとここで一人寝た。まあ、障害物競争の方が正しいかもしれないですね。はい。ここで、失敗した。ここでハンドガンを入手。そして装備。はい。先ほどね、すれ違った、なんか、キモい生き物。うねうねしたやつら。彼の名前はね、ライングフィギュアと言いまして、なんだったっけ、横たわるものだったかなみたいな感じの意味があります。まあ、ハードだと HP1500 ぐらいあるんですけども、まあ、わかりやすく言うと、ハンドガン一発100ちょいぐらいかな。まあ、15発ぐらい撃たないと倒せないめんどくさい敵です。待って、ゲーム音がないよって言われてる。音置き去りにした？待って、ゲーム音が。アバサ。すみません、必殺技使います。うわあ。ちょっと待って、やばい。待って、やばい。運営さーん。待ってよ、ちょっと待って。
とんでもない、とんでもないガバをやらかしましたね。とんでもない。え、これ何？進んでる？音ない？おかえり、ただいま。みんな、ちょっと聞いてよ。もうダメだ、これ。ダメじゃないんだけど、ちょっと。いや、やばい、マジで。ですね、先ほど時計を回したんですけども、解説続きます。あの時計の数字が乱数を表してくれています。はい。ゲームなんていらんで、声が聞こえる。世界一巡しました。はい、みんな大好き、三角頭くんです。先ほど、ちょっと、ここはやらざるを得ないところなんですけども、ここで乱数調整、乱数を確認します。セルフエッセイ、ゲームインないの？ゲームはあるでしょ？ちょっと待って、めっちゃ乱数調整できない。乱数確認できない。あ、やばい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 。間に合わない。間に合わない。間に合わない。え、ゲームオンないの？どういうこと？なんでゲームオンないんだ？ちょっと待って待って待って、もうなんでゲーム音が急に消えるの？違いました。これできんだわ。これできんになったわ。ああ、サイレントヒル4も走りたかったな。ここランダムアングルドアです。ということで、すべて戻ってまいりました。すべて一人に私が
いけないんで、RIJ 運営さんをお手数をおかけして大変申し訳ありません。次回から環境をしっかり整えて走りたいと思います。はい。どんな環境でやってんだよ、ちょっとね、いろいろ手違い、あ、失敗した。いろいろ手違いが発生しました。ですね、空き缶を拾ったので、ダストシュートに放り込みます。解説続けますよ。ダストシュートに放り込みます。ダストシュートの奥になんかね、キラキラ光るものが見えたんで、まだ空き缶をね、空き缶というか缶のセットがあったんで、流し込んで落としてしまおうと。でそしたら、老人のコインを入手しました。一体何に使うコインなのかは分かりませんが、まあ、取っておいて損はないでしょうってことで。ということで、先ほど新聞記事というか雑誌の記事があったんですけども、あの記事、実は、かの有名なウォルター・サリバンさんの事件が書かれています。ウォルター・サリバンといえばね、皆さん、グッドラックありがとう。ありがとう。本当にごめんなさい。マジ、ちょっとやばい。ガバガバ。ライン取りがガバ。ウォルター・サリバン事件がね、のことが書かれています。ウィリアム・ロケインちゃんとね、ビリー・ロケインちゃんをね、斧でバラバラにして殺害したという事件が描かれています。これね、サイレントヒル4をやった人ならピンとくると思うんですけども、なんとサイレントヒル4に登場する、あのウォルター・サリバンの、しかも、ビリー・ロケインちゃんとウィリアム・ロケインちゃんは、あのサイレントヒル4に出てくる、ビクティブ0708の子供たちですね。あんな姿になっちゃってかわいそうにって感じなんですけれども、これが元ネタだったんですね。ここからすでにあったんですね。ということで、なんか吐き気を催していたちょっと肥満体の男性、通称エディ、通称じゃないですね、本名ですね、エディ君と再会しました。再会じゃないわ。初遭遇いたしました。まあ、なんか吐いてるやつはそっとしておくのがいいってことで、まあ、無視して進んでいくんですけども、まあ、最後に、隣のアパートのつながる道へ行けたら、扉開けたらね、道すらなくて、飛び移ろうと、隣の窓開いてっから行こうということで、隣のアパートに渡ってまいりました。するとね、アンジェラさんと再会します。アンジェラさんはね、先ほど墓場で出会った女性ですね。なんか自殺するわって言って包丁持ってるんで、やめなよって言って包丁を取り上げました。そしてここで謎解き。左から2番目に老人。トイレの神様ではないですね。やばいやば。老人、空白老人、空白蛇。空白囚人ですね。これで鍵が開く。まあ、するとね、どっかのお家の鍵が手に入るんで、この鍵を使いに参りましょう。上の階にね。あー、マジで。もう、ほんとごめん。よいしょ。あー、ささやかれちゃいましたね。耳元でささやかれるのちょっとゾワッとしますね。ということで、アパートのね、非常口の鍵を手に入れたんで、ハンドガンの弾と一緒に非常口へ行きましょう。ということで、皆さんお待ちかねのボス戦です。みんな大好きハンカーカーターさん、何してるんですかね。いやー、ちょっとこんなところでちょめちょめしないでください。ということで、ハンドガンで痛めつけていきます。はい、ここはですね、ここのなんて言えばいいんだろう、階段の脇の方向にね、向かって歩きながらハンドガンを44発撃ちます。44発ですね。30発。ここにいるとね、なぜかね、撃ってこな、攻撃してこないんですよね。不思議ですね。引っかかっちゃったのかな。ネメシスハメみたいなもんですね、これは。はい、まあ、壁、角ではめて、ハンドガンでぶり殺すってことですね。ここまででハンドガン44発必要なんで、ハンドガンの中にそもそも入っている10発足すハンドガンの弾を4つ、計40発入手する必要があります。ということでね、
帰って行ってしまいました。水の中なんですけど息できるんで、しょうがない。ナイフ使ってって。今武器ハンドガンしかないんですよね。あ、ということでアパートのショーが。ちなみに先ほどなんかヌメヌメしたやつが通路に立ってたと思うんですけども、あいつの名前はねマネキンと言いまして、まあ上半身下半身ともに下半身です。ちょっとあれですね、性的ですね。ということで金髪の幼女のローラさんと会いました。 RTA ちゃんは、まあ、金髪ツインテールですけども、サイレントヒル2のローラちゃんは金髪ポニーテールです。はい、ということで、なんだっけここなんちゃらウォーターパーク、まあ公園ですね。公園にやってまいりました。公園を経由していきましょう。ここも一応ねメアリーとの思い出の場所なんで、まあここにもしかしたらいるかもしれないということで来ました。思ったらメアリー？違います、マリアさんです。メアリーのね女性が、佇んでいました。一体誰でしょうね。私はマリアよと、人違いじゃないとかめっちゃ怒られるんですけども、まあ、メアリーじゃないなら興味がないんで、まあ、さっさと走っていきましょう。はい、先ほどマネキンの話したんですけども、このゲーム実は敵キャラすべてにストーリー上に関連する、ストーリーの中に関連する出来事やなんか思惑といったものが入ってます。いやー、マネキンくんが今いましたね。ちなみにマネキンくんの、やばいわ、やっぱ入っちゃったわ音。マネキンくんのデザインの元は、まあ、ジェームスさんのね、性に対する衝動や変質が具現化した姿になっています。ここでね、鉄パイプを入手します。いや、マジで違うんで、聞いてくれ、違う、やめろ、やめろ、やめろ。流れてしまうんだ。いや、本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。マジで、これマジで、これ本当やらかしなんだよ。ということで、思い出の場所のボーリング場にやってまいりました。やめろ、やめろ、やめろ。本当にやめてくれ。エディさんとねローラちゃんがお話ししていますが、止めたいんだけど今止めらんねえんだわ。お話ししてました。でなんかローラちゃんがねどうやらメアリーと知り合いだったみたいな、知り合いだったんですよ。でなんかメアリーに会いに来たみたいなこと言ってるんで、メアリーの場所知ってんのかってことで、ちょっとあの幼女を追っかけ回します。29歳成人男性が、クイックセーブしながら体力を満タンにして追っかけていきます。が、なんとね、路地に入ってしまいました。大人じゃ通れないわねってことで、まあ近くで扉を開けるんですけども、鍵が閉まってる。そしたらマリアさん、実は私従業員なのよねってことで鍵を持ってました。ありがたい。ありがたいですね。ということで中でね救急キットを入手して進んでいきます。ここヘブンズナイトっていうお店なんですけども、こちらサイレントヒル3でも登場します。ぜひねみんなサイレントヒル3プレイしましょう。止めらんないんだよ、ちょっと今止めらんないんだよ。ということで病院に容赦が入っていったので追っかけていきましょう。止めらんないんだよ今。はい、ということでお牛の鍵を手に入れました。ここでね、常に栄養ドリンクを入手するんですけど、この回復ないと、死にます。回復があっても死にます。なのでまあもう病院はね常にお祈りみたいな感じでお願いします。ここナースさん初登場です。あ、痛いな。ほんとやめて、ほんと調子くる。ほんと調子くる、やばい、バグってる。通知切りたいけど。さあ、やめたい。バブルヘッドナースっていう名前なんですけども、皆さんねなんかよくサイレントヒルのナースはちょ、
サイレントヒルのな、あ、ちょ、お前じゃね。みんなバブルヘッドナースだと思ってる方がいるんですけども、あのね、実はバブルヘッドナースっていうのは2のナースだけです。これ止まったはず。いや本当に。はい。こんにちは。ってことでさ、三角頭くんがね、なんか屋上に行ったら突き落としてくるんで、HP が瀕死になります。強制的に。痛い。モテモテですね、ナースに。ナースにモテるんですけど、ナースにモテると死にやすくなります。ナースにモテたいですね。はい、ここでね。違う。いやもうほんま。ここ乱数の見せ所さん。ああ。泣きたい。はい、ここでね、マネキンくんとなあ。いやでもね、実際このご時世病院走り、銃持って走り回ってる人いたら鉄パイプで殴りたくなる気持ちは分かります。痛いね。ちなみにナースさんの攻撃ですが、一発20ダメージですね。オーダーは一発20ダメージ、プレイヤーの HP が100なので5回殴られたら死にます。で今すでになんか 3,4 回殴られてるんで、この後ボス戦なんですけれども、一発食らったらおそらく死にます。まあね、ですが、クイックセーブを多用しているおかげで、まあ、ボス直前でね、戦闘が開始できますんで、まあ、死んでもワンチャンなんとかなるだろうと。ということで、フレッシュリップさんが、フレッシュリップさんと戦闘になります。なんだっけ、肉的な、なんか、ね、ちょっと肉欲的な、危ないな、もう。いいですわぞ。蹴らないで。あ、素敵すぎる。はーい、素敵。はーい、素敵。あー、いいですね。デキンドロップ。はい。はい、余裕。はい、あと1体ですね。あー。こういう時だけね、こういう時だけフレッシュリップさん、めっちゃ出れるんですわ。あのですね、本当は、ここ結構死を覚悟してるとこだったんですけど、はい、お疲れ様でした。死ぬ。心が壊れる。ということで、裏世界にやってまいりました。裏世界はですね、もう、走るだけですね。はい、デレデレ。もうね、ちょ、今エレベーターの操作見て分かったと思うんですけど、今、手が震えております。もう二度と RIG に出していただけないというね、もう悲しさと悔しさで手が震えております。はい、ここでね、鍵とモーターホームじゃないですね、鍵と乾電池を入手していきましょう。あー、そうですね、恋にドロップドロップの精神でいきましょう。今ね、地下室の鍵を入手しました。地下室の、あー、危ないね、本当に。もう地下室の鍵を手に入れたので、まあ地下室の鍵だし地下室で使うんやろってことで、3階を経由して、2階からはいけないんでね、3階を経由して地下室へ向かっていきます。
ということで、Anyway のシーンですね。What do you mean anyway のシーンです。PV にも使われております。マリアさんがブチギレシーンですね。うん、鉄分取った方がいいよ。あとカルシウムな。はい、ということで、なんか金の指輪を手に入れました。これはどこで使うのかまだわかりませんが、まだわかりませんが、とりあえずね、いただいたものはなんかどっかで使うんだろうってことで走っていきます。今度は2階に行くんですが、ここのエレベーターの中でクイズ番組が突然流れ出し始めます。まあ、クイズの答えは313で固定なんです。313で固定なんですけども、まあ、そこのね、あの、台の中に、まあ、先ほどもあった、ウォルターさん、いや、それはマジ、やめろやー。ウォルター・サリバンさんのね、事件のお話があります。313、ウェイタイン!あともう一個 PC 版とプレ2版でアーカイブ残らないんで、多分これみんな生で見れてる、みんなかなりレアですよ。いや本当にごめんなさい。ということで壁にねこう入れておきます。なんか優しく微笑む聖母の絵みたいのがあるんで、指にね指輪はめてあげましょう。いやーマジで、はい、はめていきまーす。ここね、三角頭が登場するんですけども、あ、うまい、一発でいきましたね。こういう時だけうまいのムカつきますね、本当に。はい、痛い。三角頭さんね、ここ追っかけてこないんですよ。多分もう朝5時、6時なんで、やっぱ眠いんでしょうね、きっとね。はい、ということで、残念ながら三角頭さん出てきません。みんな待ってたでしょうけど出てきません。ですが突然三角頭は後ろに現れて、マリアさんがね串刺しにされてしまいます。し1回目の死ですね。あ、1回目って言っちゃったわ。ね、はい、ということで、なんか院長室に行くと、なんかお前にはこれが必要だみたいな感じで地図とねアイテムがなんか置いてありました。違う、地図か、地図が置いてありました。で、まあ最初ねお話しした通り初敵遭遇イベントで地図を入手するはずなんですが、残念ながらあの地図入手してないんで、あのどこに何を書いてるのかわからないんですよね。地図持ってないんで、ジェームス君驚きですよね。何に何を書き写したのかさっぱりわかりません。やばい。はい、ということで、夜のサイレントヒルを走っていきます。暗いですね。ライトつけるとね、ナースがめちゃめちゃ走りはしないけど寄ってくるんで、まあ鬱陶しいんですよね。まあ少なくともフレッシュリップやら病院を越えてね、低体力のジェームス君、ナースに近寄ってもらえるのは嬉しいですけど、やっぱナースに殴られるのは痛い。そしてね、やっぱり何よりも死にたくないんで、まあできるだけねライトは消して走っていきましょう。まあ、これがね、静岡マラソン大会第2部ぐらいかな。だいたい第3部構成ですね。ここが今第2部です。まあ、スプリント勝負ってとこですかね、ここは。はい。ちなみにですね、病院で出てくるナースさんと、この街で出てくるナースさん、体力が若干違います。ナースさん。病院で出てくるナースさんは HP1500 なんですけども、夜の街に出てくるナースさんの体力は1800です。外でやっぱ運動してると体力つくんでしょうね。皆さんもね、寒空に負けず、マラソンとかして体を動かしてみるといいんじゃないですか。きっと健康になれますね。えい。ということで、先ほどの道に、床の下にね、何かいたと思うんですけども、彼の名前はね、マンダリンと言います。はい。彼らはね、あの網の下でいることで苦悩に打ちひしがれた思いを象徴しております。まあ網の下っていうのはつまり表に出せない感情を表現しているということになりますね。ちなみにマンダリンさん HP がちょっと高くて2500ですね。とても高い。ナースさんの 1.5 倍ぐらいあります。
まあ、戦うだけ無駄、走るだけでスルーできるんで、まあ基本は無視して走っていきましょう。ということで、ここで今、さりげなくシングルコアジェームスしてるんですけども、ここ、実はシングルコアジェームスしないと、あ、やっちゃった。シングルコアジェームスしないと、途中でね、なんか、街が突然暗くなってきたなぁ、みたいなイベントが挟まります。まあそんなイベントね、見るだけ無駄だし、強制的に発生して、しかも飛ばせないんで、まあ、シングルコアジェームス発動して、ちょっと暗くてマップ読めねえよっていう脳みそで走っていきましょう。はい。何かがトレンド1になったようですけれども。はい。できればサイレントヒルをトレンド1にしていただけると助かります。よろしくお願いします。もしかしたらね、サイレントヒルがトレンド1になることで、ね、サイレントヒルの制作陣が、お、サイレントヒルがトレンド1位みたいな感じで調べ、あ、こんな熱狂的なファンがいるんだ、新作作らないと、みたいな気持ちになってくれることを期待して、サイレントヒル2をトレンドに上げてください。お願いします。書いて書いて、みんな書いて、サイレントヒルって書いて、一言コメントをツイッターに投げるだけでいいんだ。書いといて。よろしく、よろしく。まあ、それはそれとして、ね、サイレントヒル1のね、プロデューサーやられていた富山さんが、ね、スタジオを立ち上げて、ホラーアクションアドベンチャーを作っているらしいみたいな噂話が流れていましたけどね。期待してますよ、私は。怖いゲームがやりたいです。はい。ということで、まあ夜の街が歩いてきたんですけども、まあマップも開かずに走ってるんで、お前どこ走っとんねんって感じがするんですけども、まあ先ほどマップに記された場所に向かっていっております。はい。何気なく通過しましたが、先ほどモーテルがありました。あそこのモーテル、実はサイレントヒル3で、ヘザーさんが泊まるところですね。泊まるというか。HP がない。はい。ということで、なんか資料館の鍵を入手しました。資料館ってどこだろうって思った方もいると思うんですが、先ほどね、持っていないはずのマップに書き写していましたので、大丈夫。頭のメモには入ってるってことで、資料館に向かって走っていきまーす。まあ、資料館の方向はね、この道路に対してまっすぐ進むだけで OK ですので、特に気にせず進んでいってください。サイレントヒル3で言うと、病院終わった後、遊園地に向かう方向ですね。全く一緒です。この先、資料館よりさらに先まで行けば遊園地にたどり着きます、サイレントヒルの街は。まあ、ちらっと話してますけども、まあ、サイレントヒル2とサイレントヒル3のサイレントヒルの街並みは同じってことですね。なんなら病院の間取りとか全部一緒なんで、興味がある人は、まあ、サイレントヒル2と3をプレイして、アップのね、違いとかを見てみるといいですよ。あ、ここ、これやんみたいなのがありますね。2では入れたけど、3では入れないみたいなね、ことがありますので。はい。ああ、もう、必死こいて喋ってますけどね。気が紛れませんね。ということで、資料館の駐車場ですね、こちら。資料館にたどり着きました。ナースさん、なんでこんなとこまで出張ってるんですかね。怖いですね。ということで、資料館にたどり着くと、なぜか壁にね、大穴が開いており、地下への道が長々と続いています。多分、大江戸線のエスカレーターより長いですね、こちらは。大江戸線、ちょっと分かんない人いるかもしれないけど、大江戸線のエスカレーターは長い。はい。で、サイレントヒルシリーズというか、特に2である話なんですけども、なんか地下に潜るとか穴を降りるっていう動作は、まあ、ジェームスの深層心理に潜っていっているっていう表現になっています。なっています。なっているらしいです。なので、まあ、病院、アパート、病院を経て資料館で、よりジェームスは自分の深層心理の中に入っていっているんですってことが分かりますね。はい、ここで回復アイテムを取ります。ここでね、クイックセーブを悪用したバグをそろそろ披露いたします。ここね、鉄パイプで殴るの、ここね。
穴があれば入って潜ると、やめて、あー許さない。ちなみにこのライングフィギュアさんはね、もがき苦しむ患者のイメージですね。ジェームス君の苦悩が現れております。はい、ここ本来だと鍵を取った後電池をね入れないといけないんですけども、クイックセーブ、クイックロードを駆使することでビジュアル的には取ってないんですが、アイテム欄には所持しておりますということでスルーできます。本来はねランダムの3桁の数字を打ち込まないといけないんですけども、まあそんなことはせずスルーして進んでいきましょう。ということで、まあ大穴に飛び込んで数回飛び込んできたわけですが、こちら刑務所になっております。まあまたね、後続のシリーズを危ない、ご存知の方はちょっと馴染みが深いと、馴染みが深くないか、ちょっとなるほどって思う要素なんですけども、こちら、ウォルター・サリバン、先ほどからねずっと話している方のねラスボスであるウォルター・サリバンが収監されていた刑務所になっております。ラスボスって言っちゃったね今ね。まあいっか、ここじゃね、ダメだ、手癖が、扉が閉まった。無臭、怖いですね。ここだいたい6歩ぐらい走ったら右の扉に入ります。ここでね3つの石板を入手して、ここにはめていきます。虐げられるものっていう石板と、誘惑する女という石板と、宝飾豚という石板です。こちらね3つの石板なんですけども、実はこのサイレントヒル2に登場するキャラクターの暗示が込められております。まあ宝飾豚って言われると、まあなんか思い浮かぶのはあの子かなって感じはしますね。誘惑する女、うーんどっちだろうなって感じですね。ってなると虐げられるものって誰だろうみたいな感じになると思うんですけど、え、もしかしてジェームス君みたいな、ね、じゃあ一体ジェームスが何を虐げたのか気になりますね。よいしょ、ということで回復をねちょこちょこ取って、ここでね蹄鉄とライトとローを使って取っ手を自作します。果たしてローにそんな力があるのかというとね、わからないんですけど、はい、ということでここから穴をねひたすら降りていきます。もう穴降りたらまた穴みたいな。そしたらね極めつきには大人がエレベーターですね。まあ四隅にアイテムがちょこちょこ落ちているんで拾っておきましょう。なんならここ暇なんでレッドブルも飲めちゃうね。これ、ね、1時間です。レッドブルといえば、もう散々聞きましたね。まあ、RTA in Japan をレッドブルさんが応援していただいているので、皆さんね、レッドブル買って、感謝の気持ちを表しましょう。うまいな、レッドブル。レッドブル、ありがとう。ちょっと緊張がほぐれた。カフェインありがてえ。それメンタルが無敵時間、そうかもしれない。メンタルが無敵時間といえば、そういえばね、アパレルブランド無敵時間さんが、もうね、たくさん聞いたね。ごめんね。無敵時間さん、噛んだわ。無敵時間さん見てる？あ、ついちゃった。ごめん。無敵時間さん、また後でお願いします。ということで、迷宮にたどり着きました。こちらね、マップにジェームスが行った場所にしか、行った場所しかマップに表示されない、まあマジで迷路ですよ。はい、あ、ここでねみんな大好きファイナルソードです。ファイナルソードを入手しました。一番最初にね、三角頭が入手していた、持っていた大ナタですね。まああれを入手しました。まああれ実は同じものかと思われるんですが、実はあれはドーナタはハサミ状の形をして、ハサミ、うん、
状の形をしていて、その1対の1本を入手したというのが正解ですね。いや、これツンパだ。はい、ツンパ、これだ。ちげ、いや、クソツンパだ、やべ。ここね、ランダムなんですけど、やばいこれ、やばいこれ。あ、わかった、違う、いや、ツンツン、いや、総当たり。ですね、キューブが、あー、もうわからんち、エクシア。はい、ということで、マリアさん生きてました。やったね。あ、死んだと思ったんだけどな。おかしいな。なんか生きてたんでいいでしょ。フォーマッティングじゃないんすわ。はい、ということで、ですね、まあ何度か皆さん見てると思うんですけども、アイテムを取った時のダイアログがおかしくなっている時があります。ちょ、邪魔だよ、君たち。これはですね、今これ、クイックセーブ走りをしているんですけども、あちゃ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 、やばい、テンパリマンだな、これ。はい、クイックセーブをしている状態、記入中の状態にアイテムを入手しようとすると、ダイアログがバグります。で、バグると、通常の A ボタンとか B ボタン、丸ボタンとかで飛ばせなくなりまして、もう一度クイックセーブを使わないといけないっていうね、3秒ぐらいロスが発生します。おどきよ。賢いわね。はい、ということで、まあ、アイテムを取る直前とか、まあ、何かをね調べる直前っていうのは、クイックセーブをしないようにしましょう。もうマジ、ああ、もう操作にキレが、ちょっと待って、今さ、はい、ここ左曲がります。はい、ここでね、アンジェラさんのイベントが発生するんですが、はい、シングルコアジェームスさん発動します。ここでね、脳みそを空っぽにして、残念ながらアンジェラさんとは出会いません。はい、ここ、処刑された冤罪の人を探すゲームなんですけど、ゲームという謎解きなんですけれども、まあ、乱数を固定していますんでね、答えが分かっております。ということで、サクッといきましょう。ここね、間違えると難易度に応じた敵が出てきます。ハードだとライングフィギュアが4、5体出てきますね。ということで、ここでね、手錠の鍵を入手して、使ってか、鍵を開けていきます。バイオハザードでは大人気のクランクですが、サイレントヒルでは大体最初から使ってます。ショットガンに切り替えましょう。はい。ということで、アンジェラさんじゃない。マリアさん、また死んでますよ。おハーブ生えますわ。ということで、マリアさんがね、やっとマリアさんのとこにね、たどり着いたと思ったら、なんかベッドで横たって亡くなられていました。悲しいね。まあ、もう、死んでしまったならしょうがないってことで、先に進んでいきましょう。ここでね、アンプルを取って、今度はね、ジェームス・サンダーランド、つまり主人公ですね。主人公の名前、墓標が刻まれた墓の穴の中に入っていきます。なんかすごい暗示が込められていそうな表現ですね。演出ですね。こういうね、なんか、にやり演出大好きです。ということで、なんか赤い部屋にたどり着きました。あなたは好きですか？ということで、ここは実は冷凍庫で、エディ君と勝負になります。怖いね。ここでファイナルソードの出番ですね。あ、早い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 。やっ。いけ。おい。
はい、2回振り下ろすとどっか帰っちゃうので、はい、第2ラウンド始まります。まあ、ここでもね、ファイナルソードが、あ、ちょっと待って君、ねえ、ちょっと打ち合わせと違う、滅びよ、カメラくん、あ、いいですね、肉を殴ってくれてるんで、あー違います、ごめんなさい、エディ君が肉を殴ってくれてるんで、まあその間にね、ファイナルソードって物の名前なんですか、ね、まあ決めていきましょう、肉を殴ってくれてるんでね、まあ、これ3回繰り返すは死にます。ジェームス君初めてかっこ笑いの人殺しです。はい、ということでね、見ていきましょう。用意されていたかのようにね、ボートがありましたんで、まあ実際用意されていたんですけれども、まあ、なんか灯台向こうにね光が見えるので向かっていきましょう。なんかね、ジェームス君どうやら見覚えがあるようなんですよ、この湖に。一体何なんでしょうかね。RTA in Japan って感じだ。放送止められないだけマシだわ。本当にすいません、気をつけます。はい、ということでボートを進んでいきます。ボートなんですけれども、まあ PC 版だと左のスティックを進行方向に傾けるだけで問題ないんですけれども、まあ PS2 版のハードモードだと実際にスティックを両方グリグリする必要があります。大変ですね。PC 版でよかった。ということで、ラストダンジョン、思い出のホテルにやってまいりました。メアリーさん、奥さんとのね、思い出のホテルですね。昔一緒に泊まったホテルです。ここ、ランダムアングルドア。小賢しい。進んでいきましょう。ここでね、魚の鍵を入手します。と思ったら、びっくりイベント、ピアノが突然鳴り出しました。あ、びっくりした。やめろよっていうね、モーションをショットガン持ちながらやるのは面白いですね。猟奇的です。ここでね、皆さん大好き、壁抜けを実施します。そうすると、まあ、マップが切り替わってしまうんですが、シングル、あ、シングルコアジェームスさんを発動すると、あれ？マップ切り替えをね、無視することができます。ここね、あっ！もう一発で決めないと世界記録無理なんですよ。ここ、くっそ難しいんだよ。あのね、あのですね、壁の際に片足だけ出て、ちょい右。向きで落下することで壁の間に入ることができるんですね。めちゃめちゃ失敗してる。俺決められんのこれ。あ、弾かれた。まあ、今みたいな感じで右側に落ちたいんです。うっそ下手ですね。いつもだったら3回ぐらい、え、ちょ待って、今さ、やばい。待って、祈って。ちょっと RTA プレイで。マジで下手すぎる。やばい、待って。このゲーム、難しいと思う、難しくないんじゃねとか。あ、最高です。決まりました。ああ、皆さんのお祈りのおかげです。ありがとうございます。ということで、暗黒空間に走っていきます。するとね、突然ね、走馬灯が見えるんですけど、特に気にしないでください。うん。なんか走馬灯が見えましたね。まあ、すると、なんか、ちょっとよくわからんところに出てきます。ここ、クリップ?ここスクショシーンですね。壁抜けです。はい、こんにちは。ということで、出てきた
道に入っていきます。ここですね、このエリア本来ですと、アイテムをすべてロッカーに預けないと来られない場所なんです。なぜ来られないかというと、従業員エレベーターの重量制限が1名とかいうね、意味不明な、もう銃とか1本持ってるだけで重量オーバーになる、よくわからんエレベーターがありまして、まあそちらをね、進んでいくためには、すべて荷物を預けてこないといけないんですけども、まあ、このね、グリッチ、壁抜けのおかげで、まあ、サクッと進むことができます。じゃあ、どいて。はい。ということで、ボイラー室にやってまいりました。ファーストエイドキット、まあ、救急キットと鍵を入手して進んでいます。まあ、ただね、メアリーさんの奥さんの写真だけは持っていくことができます。それだけは許してくれるんですね。謎です。その他はダメです。ということで、バーにやってまいりました。電球を使って、ね、本来はライトないんで、ライトがなくて暗くて、鍵開けらんねえよ、鍵穴わかんねえよみたいな感じなんですが、まあ、なので、まあ、電球を入れる必要があったんですが、まあ、今回、ちょっと、あべこべな感じがしますがね。まあ、いいでしょう。プレイが雑すぎる。ここでね、お宝の鍵を使います。するとね、なんか201号室だったっけな、の鍵が手に入るので、201号室に向かっていきます。だから電球入れる必要があるんです。ここはアメフト。誰もジェームスを止めることはできない。ちなみにこのキャラクター、アブストラクトダディさんですね。抽象的な父という名前で、まあ、まるでね、ベッドの上に人が2つ重なっているような、ちょっとセンシティブですけども、デザインをしているんですけれども、まあ、これはね、アンジェラさんの過去を表現しております。いや、しょうがない。そういうデザインだから。それは俺に言われても困る。そういうデザインだから。マジで。もうセンシティブですよ。はい。まあね、ここまで来ればアンジェラさんの過去をお分かりいただけると思うんですけれども、アンジェラさんは、まあ、かつてね、ちょっと、父親から、ちょっと、違う、間違えた。はい。というようなことがありました。その結果ね、父親を殺害してしまい、このサイレントヒルに呼び寄せられたということです。ということはですね、で、ちなみに先ほどエディ君、なんか、そっけなく倒してしまったんですけども、エディ君も似たような過去がありまして、まあ、エディ君、実は、ちょっと、なんか、想像はつくると思うんですけども、ちょっといじめられっ子だったんですね。いじめられっ子でいじめに耐えかねて、いじめっ子の、まあ、犬を殺してしまいました。なんならそのおかげで、そのついでに怒ったいじめっ子の足を打って逃げてきたんですね。その罪悪感から、まあ、あれもまたサイレントヒルに呼び寄せられた。ということで、ビデオテープを何の気なしに再生したんですけども、まあ、あの中にはね、実はジェームス君の真相が入っていました。なんとね、ジェームス君、実は3年前に奥さん病死したと思ってたんですけども、いや、そんなことない。ジェームス君、自分で奥さん殺してしまっていたんですね。え?殺害してしまっていたんですね。つまり、で実際あの病気のだったっていうのは本当なんですけども、まあ、やはり病気が進行するにつれて、まあ、介護だとか、まあ、どうやら重い病気だったらしくてね、治りにくい病気で、まあ、奥さんもね、自分の人生にちょっとなんか終わりがあることを、終わりが近いことを悟ってジェームスに冷たく当たってしまったりだとか、まあ、そういうね、なんかなんだろう、モヤモヤが募った結果、まあ、彼女をね、楽にさせてあげようっていうことで、
ジェームスさんはメアリーを殺害してしまっていたんですという情報が入ってるんです。悲しいね。はい、ということで参加方は2体です。こちらですけどね、痛い。やはりここでもファイナルソード、ほいよ。あ、痛い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 。もうやめて、もういいよ。ファイナルソードはこうやってこうですね、あのハードモードの特典なんですけれども、特典、まあ、デメリットなんですけれども、壁に近接武器が当たると反発して戻ってきます。その特性を利用した攻撃ですね。壁ですね、もはや。もうツンツンできません、こいつら。もう一方的にボコボコです。重い重い。はい、ということで参加型魔戦が終わりました。なんか謎のね、卵を持ってたんで。あ、ちなみに先ほどもう飛ばしちゃったんですけども、マリアさんが3回目の使用、もうね、ジェームスさんは自分がメアリーを殺してしまったことに気がついていますんで、マリアがね、メアリーがいなくなったメアリーの代わりを務める、まあ、言い方が悪いですけども、都合のいい女を自分で生み出したことに気がついてしまったんですね。はい、ということで、ここからキーボード操作になります。いろいろ訳あって。ここの会話泣ける。泣けるんですけども、英語なんで、まあ、多分。いや、花買ってきたんだよ。花？なんで花なんか買ってきたんだよ、ボケみたいな。帰って帰ってみたいな。何言っとんねん、メアリー。見て、この醜い顔。花なんか渡して、当てつけかよ、みたいな、メアリーの逆ギレが見られる。まあね、そういうやっぱ親切でやったことを、なんかこう、そういうね、冷たい態度でね、あしらわれて、ジェームス君もね、精神的にすり減ってしまっていたんでしょうね。いや、ほんと、悲しいですよ。まあもうね、誰が悪いっていうか、もう、悲しいって感じですね、本当に。はい。ということで、ここなんですけども、サイド、横移動をすると、速く走れます。ということで、ラスボス戦です。メアリーでーす。行くぞ。まあ、ここでもね、ファイナルソードの出番です。だいたい8回ぐらい当てれば倒せまーす。当たんなかった、やべ。許して、許して、許して、許して。あ、痛いんごねー。あー。ボス戦はですね、基本的にすべて、大ナタが、やってくれます。ナイスー。痛い。あー、いいね、いいね。こういう時だけ出れるね、メアリー。これがね、最高の、最大の夫婦喧嘩ってやつですね。皆さんね、こうやって、もう炎じゃないわ。大きなナタとね、なんか、無知で殺し合うような夫婦にはならないようにしたいところですね。虫飛ばしてくるんですよ、この奥さん。虫ですよ。皿ならまだわかるけど、虫。これがゴキブリだったと思うと、怖いですね。はい。一回スルーして、これで終わりだ！終わんない。終わんない。もうええやろ！落ちろ！落ちない。いや、もう終わりでしょ、これ。あかん。これな、しまって待って。はい、お疲れさん。ということで、まだですよ。タイマーストップあるんですよ。これで、タイマーストップでーす。いや、もうほんと、謝罪の気持ちでいっぱいです。謝罪の気持ちでいっぱいです。待って。ちなみになんですけれども、あ、これ、もうダメですね。はい。大変申し訳ないです。これ1時間半ほぼ目いっぱい使ってるんで、申し訳ありませんが、手紙飛ばさせていただきます。すべて英語なんでおそらくわからないと思うんですけども、手紙の全文は、サイレントヒル3の公式、コナミが出している公式ガイドブックの中の、なんか分厚い攻略本があるんですけど、その裏面に1、2、3のムービーのセリフが
すべて書かれていま never す。did. で、Well, I'm alone there now. それを見て、これが In ど our んな話だっ special たのかっていう place. のを、まあね、よくよく勉強して Waiting 見てみる for you. と、とても泣けるストーリーです。サイレントヒル Waiting for you to come to シリーズ上の中で最もいいシリーズ、いいストーリーとね、言われているゲームです。なので、ぜひ皆さんもプレイしてみてください。ちなみに、サイレントヒル、プレイステーション2版はちょっとわからないですけど、まあ、3版がね、あの、2、3合わさったリメイク版で、リマスター版が出てますんで、まあ、ぜひともプレイしてみてはいかがでしょうか。ちなみに、獅子島と同じ PC 版サイレントヒル2は、大変プレミアがついておりまして、もう残念ながら、多分海外の通販でしか手に入りません。はい。ですね、連日調べたところ、確か1万4000円ぐらいですね。はい。サイレントヒル愛がこれでもかとある人は、ぜひとも、プレツじゃない、PC 版のサイレントヒル2購入してみてください。はい。1万超えていきます。ちなみにサイレントヒル3は確か6000円ぐらい。4は、なんか、PC 版出たんだよね。はい。ということで、買ってみてやってください。みんな聞きたいの多分こっちでしょうから。いや、運営の方々、そして視聴者の皆様方、大変お見苦しいところをお見せして申し訳ありませんでした。はい。大変申し訳ないです。もしね、次回があったら、そうですね、このようなことがないように頑張っていきますので、どうか、できんだけはどうか、許していただけないでしょうか。大変申し訳ありませんでした。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あとね、サイレントヒルトレンド入りありがとうございます。トレンド4位ですかね。皆様のね、おかげでトレンド入り果たせました。ありがとうございます。このね、トレンド入りが、小山さんや、小山慶一郎さんや、大涌博之さんやね、伊藤正弘さんや、作曲のね、山岡明さんに届けばいいなと思っております。あ、山岡明さんといえばなんですけれども、1位、あ、いいですね。それは違う方で。山岡明さんですけども、来月1月の後半ぐらいに、ザ・ミディアムというゲームが発売されこちらね、コナミではないんですけれども、山岡明さんが作曲担当ということで、まあ、サイレントヒル2ミュージックに惹かれた皆様は、ぜひとも購入してみてはいかがでしょうか。ということでね、欄は以上にあります。こちら、運営さん、こちら、切り替えてもよろしいでしょうか。あ、まあ、最後に挨拶だけ。はい。では、皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。では、生きてたらまた会いましょう。バイバーイ。